待て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 、スズメバチ俺危な危な、どっから来たあいつ。いったー、こんにちは、くんです。ということで今日はね、公園の方にやってまいりました。今日はね、こちら公園の方で昆虫採集やっていこうと思います。前撮れなかったハズマニシキっていうね、ガもね、もしかしたらいるかもしれないので、その辺も狙っていきつつやっていこうと思います。それではやっていこう。さあ、ということでね、公園の方にやってまいりましたぞよ。ということで最近ね、大雨が降ったんで湿度がね、すごく高いです。今日はなので、まあ、昆虫の活性もね、高いんじゃないかなと思っております。まあ、勝手な予想ですけどね、まあ、湿度が高い日っていうのはね、昆虫の活性も上がりますから、どうでしょうか、ということで見ていきましょう。なんだろう、あれ、コミスジかな。ちょっとちっちゃいね。まあ、ちっちゃいからコミスジってことにしよう。雑。ミスジチョウもね、結構種類がいてね、意外と面白い種類なんですけど、まあ、あの子はちっちゃいね、コミスジということにしましょう。まあそうだね、もう最近さ、9月に入ったんだけど、暑すぎて、昼間とか。だってさ、昼間でさ、35、6度あんのよ、その俺が住んでるところって。おかしいと思わない？なんか死んでるわ。何お前。あ、初期ワーカーとかだったのかな？すごいちっちゃいですね。スズメバチの、ベビーじゃないですけど、なんていうかな、バリちっちゃいスズメバチが、死んでますけども。なんで死んでんのお前。まあ巣のために役目を全うしたんですかね。オスとかでもなさそうやけど、まあオスやったらもっとでかいだろうからな。はい、バイバイ。で、ここで踏まれてるのはコオロギですね。これは、あ、もうちょっとパリパリすぎて剥がれないか。よし、剥がれた。よし。こういうね、死骸もね、路上に放置しておくと新たな犠牲者を生み変えないので、僕は基本的に見つけたら道の端に避けてあげるようにしております。まあね、人間がね、憎い気持ちはあるんですけども、まあ、路上に出てきたやつをね、ちょっとどうにもこうにもできないので、死んでしまった命ですけども、再利用してもらいたいという気持ちと、再利用してる最中にまた新しい犠牲者を出さないためにも、路上で踏まれた子は、まあ、最後ね、うまいこと供養してあげようと思っております。できる限りだけどね。この子は、あ、飛んでっちゃった。捕まえようと思ったら、小羽か羽長か分かりませんけど、イナゴ仲間ですね。で、実はね、昆虫の種数がね、割と多い気持ちが僕的にあるんですよね。それは夏がやっぱピークだけどもさ、なんかこう目に入るというか、情報として取り入れやすいというかね。まあ涼しいっていうのもありますけどね。ただね、秋のね、昆虫採集のね、俺の嫌なところは一個だけあんの。何かっていうと、蚊が増えんのよ。そう、なんかね、夏って蚊が多いみたいなイメージあるじゃんか、みんな。でも違う違う違う、夏はそんな蚊多くないのよ。夏よりも秋なの、蚊が多いのは。本当にこの道は、最近ほら、よくカマキリロードに行ってて、カマキリロードの動画をね、いっぱい上げてますけども、カマキリロードに比べてここはあれですね、あんまり路上に生き物は出てきてないですね。さっきの晴れてるところはいっぱいいたけど、なんか路上に生き物はいた痕跡がありますね。うんこがあります。すごいな、なんかアリだけじゃなくてさ、なんかいろんな生き物集まってる。なんかハエみたいなのかさ、ほらこのハエ面白くない？あとアリがいっぱい集まってますね。うんこにもアリ集まるんだ。てか、なんで道路の真ん中でうんこするとかやな。僕ね、実家でね、チワワ飼ったんですよ。で、そのチワワもさ、もう家から出たら速攻おしっこするとかさ、うんこするとかあったんだけどさ、なんでなんやろうね、あれって。なんやろうね、なんでみたいな、そんなすぐみたいな。あ、ツチナゴいる。もうツチナゴも成虫が多いですね。ツチナゴちゃん越冬する大型のバッタですね。面白いよな、バッタのくせに越冬して。でもこの時間はさ、涼しいからさ、カマキリがさ一番狩りする時間なんだよね。だからいねえかな。夕方ぐらいはね、カマキリがね、活動するんですよ。特にこの9月のまだバンクから秋にかけて、こう切り替わり時期っていうのはね、暑いですからね、真っ昼間が。だからこの時間にカマキリは狩りをするんですが、いねえな。ほら、あー、すごいすごい、ツチナゴが1匹、2匹といますね。いやー、あそこにもいるやん。3匹いっぱいいる。これツチナゴとかが、まあ、このめちゃくちゃ分かりやすいですけどね、このクズの葉に止まってるじゃないですか。こいつらまあ休んでたりとかね、まあ、葉っぱ食べたりするんですよ。クズの葉っておっきいんでね、これいろんな虫が集まるんですよね。だからこのクズの葉の周り見てると、カマキリもいるわけですね。待て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 、スズメバチ俺、危な危な、どっから来たあいつ。でかっ。そこ自衛機やんな、お前。でっけ。でかいっすね、こうスズメバチいるんですけど。捕獲しようぜ。逃げんでほしい、逃げんでほしい。オッケー。
やったー、もう乗馬の高さなんだけど、これ見てください。多分これオオスミマチっていうね、スミマチなんですけども、バカでかいんだけど、マジで。まあね、僕ね、秋もね、昆虫採集するので、クワトとかも採集しに行きたいんですよ。クワトとかって夏だけじゃなくて秋とかも普通に取れるんで、採集しに行きたいんですけども、まあ秋になるとね、こんな感じで蜂がね、すごい増えるので、特にこのスズメバチの仲間って皆さんもご存知だと思うんですけど、すごく危険なんですね。なのでこんなんがね、樹液場にね、もう本当にね、ありえん数いるのよ、昼間に。だからとてもじゃないけど採集しに行けないの。こいつらも栄養を蓄えるために、その樹液場でね、樹液を舐めに来るんですよ。こいつらカブトムシとかクワトムシと一緒で、樹液を舐めるんですよ。成虫はね、幼虫は違うけどね。で、めちゃくちゃね、凶暴なんですよ。なんでこいつらが秋になって爆発的に数が増えて、めちゃくちゃね、危ないって言われて、テレビでもね、取り扱われるかっていうと、スズメバチ全般はそうなんだけど、特に危ないって言われるオオスズメバチ、キイロスズメバチっていると思うんだけど、こいつらスズメバチの仲間って、ミツバチみたいに女王が越冬したりとかしなくて、まあ、蜂にもね、種類があって、女王が越冬して、またその来年も同じような巣で継続するタイプと、女王が1年しか生きなくて、その時に巣をバーって拡大して、また来年のために新しい新女王とオスバチを産んで、っていう風に、まあ、いろいろパターンがあるんだよ。こいつらスズメバチはそれで言うと、新女、まあ、その女王バチがいて、その女王バチが巣を作って、その女王バチがまたその来年の新女王を産んで、でそっから、まあ、その、新女王が越冬して、また来年その巣を作るっていうサイクルなんだよね。で、その新女王が出てくるのが秋のね、終わり頃なんですよ。なので、その秋の終わり頃に向けて、その幼虫のね、餌がめちゃくちゃ必要なの。で、女王蜂って、まあ、その蜂の中でもね、めちゃくちゃ一番でかいわけ。その女王蜂っていうのは。この働き蜂、このオオスミマチかなり大きいですよね。これよりも一回りもしくは二回りぐらい大きくなるんですね、新女王って。なので、めちゃくちゃでかいんですよ。で、そんなでかい女王蜂を作るためには、たくさん餌がいるわけ。しかも1個の巣から1匹の女王蜂じゃなくて、1個の巣から何匹も女王蜂が生まれてくるんで、そうなってくると働き蜂はね、たくさん動かなきゃいけなくなって、たくさん疲れるんで、栄養もたくさん補給しなければならない。しかも栄養がいっぱいいるっていうので、攻撃になっている状態で、そんな状態にスズメバチをこうやって網で捕まえたりとか、ちょっかいかけたりしたら危ないわけですね。しかもこいつらちょっかいかけなくてもね、襲ってくるのがスズメバチの中でもオオスズメバチとキイロスズメバチなんですよ。だからあいつらね、よく危ないって言われて、駆除対象としてめちゃくちゃやられてますけども、いや本当に危ないですからね。出してあげるか、網から。はい、網から出してあげました。もうね、すんごい針ピュンピュンピュンしてますね。危ないですね。この時期になると本当にスズメバチ増えますからね。蜂の仲間はこれ全部そうなんですけども、針を持ってるのはメスだけですね。まあ、これは結構有名な話ですけども、なんでじゃあ針を持ってるのがメスだけかっていうと、このメスの針ですね、これ産卵管が進化してなったものなんですよ。なのでメスしか持ってません。男の子にはね、産卵管はありません。まあ、その人間の世界で考えると、男の方がね、なんか突出したものを持ってる気がするんですけども、まあ、その昆虫界ではね、そんなものは別にありませんので、昆虫の世界でこんな感じで、ね、産卵管があるのは女の子になっておりまして、まあ、こんな感じで、ね、産卵管がね、ピュピュピュ出ております。あんまりこれ以上言うとね、なんか YouTube の方が赤バン食らったりとかしたらめんどくさいので、もう言いませんけども、まあ、こんな感じで産卵管が進化したものが針になっております。いや怖いですね、針ピュ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 出してますね。本当にめちゃくちゃ怖いね。噛まれたいな、久しぶりにオオスズメバチに。オオスズメバチってね、噛む力もね、すごいんですよ。これ針もね、もちろん危ないのはそうなんですけど、まあ特にこの網あるじゃないですか。この網の中でね、そうね、もう30分も放置してたら網を噛み切ってね、出てくるんですよ。それぐらい凶暴のね、大顎を持ってるんですね、オオスズメバチって。いやだから噛まれても痛いし、刺されても痛いわけですね。ただね、オオスズメバチね、刺されるのね、怖いんだよね。噛まれるのは別にいいんだけど、刺されるのが怖いんだよね。このようにオオスズメバチを地面に置いた状態で、まあこう上向いてもらおうかな、上。いった、カメ、いてー、マジで痛い。草邪魔、もう噛まれてないから邪魔だい。ほら、もうめっちゃ噛もうしてます。カメや、何しようと。でもやっぱあれですね、女王に比べると大顎はちっちゃいんで、そんなに噛む力強くない。カメ、いっためちゃくちゃ痛いわ。いやー、オオスズメバチに久しぶりに噛まれた。オオスズメバチと小型スズメバチがね、めちゃくちゃ似てるんですけど、その見分け方はね、このね、顔なんですけど、顔のさ、この目の間にさ、なんかさ、かっこいい形したものがあるじゃんか、この大顎の上のところ、ここのね、この出っ張り具合がそのね、見分けるポイントになります。この子は2個出てるのかな、だからオオスズメバチで間違いないと思いますけども、間違ったらすいません。すいません。
僕もねそんなに蜂詳しいわけじゃないので、まあ、この子はね逃がしてあげたいんですが、このまま逃がすと僕の方にちょっとつ猛進してきて僕がね、痛い思いする可能性が、たくさんありけりなので、ちょっと網に一度入れて逃がしましょう。さてさて、そしたら網に入れたんで網をこうしてひっくり返すだけで逃げてくれるはーず。 OK 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 OK。ちなみになんですけども、スズメバチはね今ワーカーといって働きバチですね、あれ捕まえたんですけども、働きバチは本当に危険なので、別に僕の真似をして噛まれたいという人がねいても別に構わないんですけども、何かあってももちろん僕は責任を取らないので、はい、まあだって普通に考えてですけど、まあ、テレビでもあんだけ危険を煽るような言い方をしているわけですよね。スズメバチは危ない危ないっつってね言ってるのに、まあ、こうやって手を出してもう刺されたとしてもその人はね自己責任で病院でも行ってください。はい、さてさて、この辺の草原はどうかしら。もうバッタの量がすごいですね。バッタが小羽稲穂かな、もう何もしてないの、網入ってくるやんけお前ら、何してんねん。何もしなくてもこうやって歩いてるだけでバッタが、お、なんかでかい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 、何お前、あ、え、あ、土なおか、なんだ。あとさ、何もしてないのにさ、バッタがさすごい網に入ってんだけど、俺網広げて歩いてるだけなんだが、本当におかしいと思うんですが、あ、ショルバッタのオスも入りましたね。いやすごいね、もうめちゃくちゃ虫が多いわ。こうやって草原歩いて虫がいっぱいいるっていうのもなんか秋の特権な気がしますよね。夏はねあんまりなんかそんなにいっぱいいるイメージはないですね。秋とかだけなイメージがあります。いやでもなんかこう公園でさ久しぶりに採集してるんだけど、やっぱ楽しいっすね。薩摩錦とかいないかな。ということで今回こんな感じで終わっていこうと思います。今回はね公園の方で昆虫採集しに来たんですけども、こんな感じでねめちゃくちゃいろんな種類の昆虫が見ることができましたね。オオスズメバチとかに関しては本当にね危ない昆虫なので、皆さんねできるだけ手出しはしないようにしましょうね。僕はこんな感じで昆虫として生き物写真とかいっぱいあげてます。よかったらチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。また次の動画に、はい、バイバイ。